寝てる叫ぶ尻尾めっちゃかわいい。はい、こんにちは。ということで、今日は実況対戦動画の第2回を撮っていこうと思います。古代パラドックス、古代未来が解禁されたということで、私古代未来ポケモンでは叫ぶ尻尾が一番好きなんですよ。めっちゃ可愛くないですか？寝てる、起きて、ほら見て、この叫ぶ尻尾ね、色違いで赤い目がね、赤いんですよ。しかも叫ぶ尻尾って浮いてるんだよね。めっちゃ可愛い。あー可愛い、本当に癒されますね。うん、いやー、やっぱり好きなポケモンで戦うのが一番なので、本当に叫ぶ尻尾、強い戦い方を見出して活躍するようなね、パーティーを作れればいいなと思います。じゃあ今日も対戦行ってみよう。はい、というわけで早速潜っていきます。こちらのパーティーがクエスパトラ、サーフゴー、アラブルタケ、鉄の包み、ドドゲ山、カイリュウでございます。対する相手は、ドンファン、カイリュウ、エヴァンゲリオン、ブラッキー、鉄の武人、鉄の包みですね。はい。基本的に私のパーティーは、その、クエスパトラで加速積んで、荒ぶる竹にバトンタッチして、上から報酬を打っていくみたいな感じのパーティーになっていくんですけど、これどうしよっかな。多分相手の初手、十中八九、包みか無人なんですよ。あー、なのでクエスパトラで良さそう。無人だったらパトラで受かるし、まあこれで良さそうですね。対戦よろしくお願いします。なんか未来古代の環境にまだ全然慣れなくて、なんか私ダメージとか結構その実戦で学んでいくタイプなんですよ。ダメ系とかこう短時間でシャ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 ってできないから、なんかこういっぱい技を打って食らって掴んでいくんですけど、まだ全然慣れなくて全然上位いけないですね。はい、ってことで読み通り包みからなんで、これね、身代わり守るじゃない、身代わりあんこ型だとちょっとだるいんで、最初はコリジョンから入っていこうかな。身代わり壊せなかった時が嫌なんでね。ピンクいくさん、あ、じゃあ身代わり渦潮型の鉄の包みじゃないんだ、よかった。裏なんだろう、裏はクテープいたっけ、いなかったような気がするけど、いなかったような気がするけど、もう何が出てくるかな。あ、無人、あ、ほんまですか。あ、抜群で入るけど、これラッキー。これ助けるんじゃない。あー、助けてますか。うーん、ってなると無人一応影打ち持ってるんですよね。これ多分あのクオークチャージ発動してないんで、相手がこの1枚で抜けてるとは思うんですけど、影打ち耐えるから、まあ1回守るでね、死んでおきましょうか。うん、まあ1回守っても次の影打ちは耐える。ああ、敵か、影打ちないのかな。そしたらこれ今煮詰みできたんで、ここでバトンすれば一応いろいろ抜けてるはずなんですけど、まあ影打ちないなら普通に無人殺しちゃった方が安全かもしれない。まだバトンしなくていいかも。一応その鉄のキノコじゃなくて、なんだっけ、あの荒ぶる竹、私の荒ぶる竹は基本的にはクエスパトラで2枚というか煮詰みすればいろいろできるような方にはなってるんで、もうバトンはできるんですけど、あー、でも引っ込めてきた。何が出てくるかな。あー、海竜でしたか。海竜か、これ分かんないな、何海竜だろうな。こだわり海竜の鉢巻き神速だったら耐えないんですよね。でも神速打ちに来たやんな、これ。神速打ちに来たからここまで積んだのちょっともったいないけど、変わっといた方が安全かな。うーん、一回守って様子見てもいいけど、まあ、でも神速絶対打ちに来たよね、これね。うーん、サルゴですか。そうか、サルゴなっとこうか。いいか、サルゴなって。
まあここはおそらく新作なので、地震とか打ってたらうまいけどね。どうだろう、うんうん、あ、読み通り新速回流ですね、これは、よかった、サーブ後に変わっといて。でもどうしよう、ノーマルになるだけなって新速打ってなかったらどうしよう。あー、よかったよかった、新速ね。で、これがこれ賭けなんですけど、こだわってたら引いてくるけど、こだわってないかったら自信打ってくるんですよ。で、こだわってない自信は耐えるんですよ、このサーブ後で。弱後が発動するんで、まあとりあえず一回様子にボールドラッシュで、おうおうおお、引っ込めてくれってことは、これこだわりですね。こだわり返りを始末新速でしたね。あーで、武人をクッションにしてくると。なるほどでございますね。じゃあこだわってな、どうしようかな、この後この後多分カイリュウが出てきて地震を打ちに来るんだよな。テラをこのサーフボーがテラ飛行なんで、ここテラ切っていいのかな。テラ切っちゃって良いのかな、どうだろう。うんうん、切って悪だくみすれば簡単なんですけど、でも寺読み新速とか全然私やるからだな、どうしようかな。新速、まあでもいいか、ここで寺取っておけば一応相手裏ね、フリードラミキとかいるもんな、荒ぶる竹で寺切るっていう選択肢も残せるから、草にね抜群でフリードラ入っちゃうんでね。まあ、楽だけど、いいか、ゴールドラッシュで、まあ、死んでしまったら死んでしまったで、それは、それで死に出しで行くので、あー、まあ、素直だね、まあ、そりゃそうや、あ、でも、自信こだわってくれるんだったら、全然、自信こだわってくれるなら、クエスパトラで安全に積んで、竹まで出せるので、まあ、これは良かったんじゃないでしょうか。まあ戦略的退散ってやつですね。じゃあクエスパトラで、一応裏が海流と包みのクォークチャージ発動しない包みだから2枚すれば抜けるのか。じゃあ守るから入って、守るから入って、次リフレクターかな。まあ自信を守って1加速積んでいく。うん、クエスパトラってなんか前から見ると首のところがすごいシマシマですけど、後ろから見るとすごいヒラヒラで可愛いですよね。あと色違いのクエスパトラ、なんかチョコレートみたいで可愛い。バレンタイン近いからね。自信は、全然耐えるね。じゃあこれで安全に2枚できたし、リフレクターも残ってるから、これは安心バトンタッチですね。もう一回積んでもよかったけど、リフレクターターン消費したくないんで、リフレクターあるうちにってことで、ちょっと先にバトンをで穴ぶれたけじゃーん。穴ぶれたけでござります。自信これ全然効かないと思うんだよね、半減のリフレクターだから、半半減なんですよ。でこれぜここインパで落としに行ってもいいんですけど、裏の多分裏のね、あの包みに変わってくると思うんで、包みを安全に眠らせてから行きましょうか。まあ包みにも一応インフォ抜群で入るんですけど、インフォ抜群で入るけど、包みってさ B 硬いからさ、 B 硬いし、なんかあとはあれだな、インフォって防御下がっちゃうからあんま打ちたくないんですよね。まあでもだからこれ神フラッグ2回でいけんのかな。テラバ、インファも打ちたくないもんな。で海流の新速通りがめっちゃ良くなってしまってるからね。でサーフボーの B が120で119か。まあで
まあ確認取れてるから良かった良かった。完全アタッカーの包みだったのかな。CS 物販の、あ、良かった良かった。まあこれで安全に包みを葬って。うん。良かったですね。で最後裏の海流に対してそこで初めてインフォ、あ、まあここでリフレクターなくなったの嫌だな。え、でもリフレクターなくなったでも、まあ、でもさっき見てる限り D110K は耐えるような新速、ハチマキ海流のこだわり新速も耐えると思うから、まあインファイトで落としに行きましょうか。これ相手もダメ系してるな。いやさすがに耐える、リフレクターなくてもさすがに耐える。おーおーおーおお、よかったよかった。いやさっきインファイト打ってたらさっきね耐えなかったけど、さっき噛み砕く角煮で落とせてよかったですねってことで、はい、荒ぶる竹は強いぞっていう動画でした。こいつそれなりに硬いし英語高いのがすごいいいですよね。ありがとうございました。楽しかった。はい、レッツゴーピカチュウ、レッツゴーピカチュウということで、対戦よろしくお願いします。相手これ初手カバから入ってくる感じかな。カバから入ってくるんだったら鉄の包み出したいよね。で包みパッドラ、どうしよっかなサーフボーいるから竹出しづらいかもしれないけど、まあでもあれなんですよね、アラブル竹ってタイプ的に偉くて、なんかサーフボー、そのキノコの胞子が入らないサーフボーに対して悪タイプで有利取っていけるんで、まあこれでいいかな。あのね、本当にすごいですよ。もうフェースパトラで積んだアラブル竹はもう雑に強いから、みんなちょっと使ってほしいですね本当に。まあその強さをこの対戦でも見せてあげますということで、対戦よろしくお願いします。なんかそんなにねトリッキーなことしなくても本当に雑に使ってて強いのですごいいいなって思います。いや、とどろく月から入って、これ絶対引いてくるよな相手こんなフリータイム。うん、もうじゃあ普通に身代わりから入っていいでしょう。ああ、トンボ返りね、待ちついてきましたね。で身代わりが残りますよということで、とどろく月から入ってくるか、2体目何出してくるんだろう。ニュッタマンネあー、羽ばたく髪ですね。羽ばたく髪か、羽ばたく髪さ、D がさあまりに高いからさ、あんまりネズマ包みでできることないんですけど、どうしようかな。あ、でもこれさ、とどろく月羽ばたく髪ってくるんだったらカバいないやんな。カバおらんなら、別にいいな、鉄の包み。まあタスキだけ潰して、タスキ潰して相手の肩見てっていう感じでいいかな。うわ、硬いね、すごいね、ムーンホカ本当に。ではこれムーンホツこだわりかな。ムーンホ突っ張られるとこの後クエストパトラで踏んで竹出した時にきつくなっちゃうんですけど、どうなんだろう、それだけでも見ておきたいな。まあ、でも鉄の包みは逆に D が薄いんで次の一発で死ぬんですけど、どうしようかな。なんか別に今変わらないで普通に死に出しクエスパトラの方が安心ですよね。まあ、羽ばたく神積み技も先制技もないから、これ退場でいいかな普通に。ブリドラ退場でいいかな今ね、ちょっとでも削っておきましょうって。シャドウボー打ってきた、なんで最初ムーンフォースから入ったんだろう。どっちでもいいじゃんね、ムーンフォースでもシャドウボールでも。今包みはほぼ何もできずに去っていったけど、まあでもかばえないんだったら別に包みおらんくても全然。でスパトラが出てきましたっていうことで、相手クオークチャージ発動してないんで2回積めば、1回積めば上取ってるんで、とりあえず守るから入って、あれかな、裏にとどろく月もいたから守るリフレクターバトンかな。お、考えてる考えてる。まあね、確かにこんなフリ対面で堂々と出てくるクエストだから何かペラを切るんじゃないかみたいなあれはありますよねわかるわかる。
あ、シャドーボールね。うんうん。いやこのままシャドーボール突っ張っててくれないかな。シャドーボール突っ張っててくれるんだったらこうより安全にアラブルタケにつなげるんで、まあ、とりあえずリフレクターして裏の届く月に対してもケアをしておく。うんうん、考えてるのかな。全然もうシャドボ突っ張っていってください。お願いします。シャドボ突っ張っていってください。いや羽ばたく髪色違い黄緑なんだね。なんか色違いじゃない方が私は好みかもしれない。インディアンみたいだよね。なんかあでも昔のポケモンだから民族説あるな。あもうシャドボ突っ張ってくれたありがとうございます。このままシャドボ突っ張っててくれんだったら全然本当に助け加速。これで加速詰めたから安全にバトンを、うん、2枚してるからさすがに轟く月の上も取ってるので、これは羽ばたく髪の上も当然取ってるし、まあ、ここで相手がうまかったら分だけ警戒してムーンフォースとかあるかもしれないけど、完全にだってバトンする感じの方だったもんね。シャドボ突っ張ってきてくれ。シャドボ突っ張ってきてくれ。あーよかったよかった OK。 ナイス。じゃあ大丈夫。じゃあ大丈夫だ。よし、じゃあこれ完全にもう上は取っているので噛み砕くから入ろうか。スタートボードが出されるのが一番嫌だったからねここで。うんうん。いややっぱ D 硬いけど B は薄いですね。羽ばたく髪ちゃんはなんかね古代嫌いのポケモンって極端なんだよね。なんか AB がすごい高いとか BC がすごい高いとか DCCD がすごい高いとか、なんか極端でちょっと難しさありますよね。私はやっぱ何に対して出しても強い600族が好きなんですけど、まあこれ上からキノコの方し打たせていただいて、でも言うこともそんなないやんね一応。あまあでもテラ飛行とかがだるいから、ちょっとテラ飛行だった時嫌だから上からキノコの方しは打っといた方がいいな。テラ見てからこっちも大ラボ。インカとかむやみに打ちたくないもんな。でもこのトドロク月もあの D はめっちゃ高いんですけど B は低いんで、多分普通にこうインファで確率は取れてると思うんですけど、相手も全然テラ飛行とか切ってくる可能性あるんで、あでもこれブーストエナジーじゃないからテラ飛行の方じゃないのかな。普通のドラゴンさんかな。あいへあてか上取られてるの。でえあスカーフか。あスカーフでしたか。あそうなんだ。あそうです。これもうねインファ突っ張って大丈夫でしょ。まあサフゴいたらさすがに出てるから、もうサフゴも多分いないと思うからね。まあこれインファで落ちるやんな。落ちるよね。よしよしよし OKOKOK3 体目なんだろう。これ OP 下がっちゃってるし、リフレクターも多分そろそろ切れるんじゃないでしょうか。リフレクター切れて B 下がってるとちょっと不安だな。3体目なんだろうな。上取ってるポケモンなら、まあ大体でも今のトドロク月がスカーフ持ってるんで、ああヒポポタスや。ヒポポタス、カバ折るんかい。カバ折るんやったら今のタイミングじゃないやろ。いや3体目のカバはさあもう奉仕で簡単よ。あーなんだいたんだ。対戦ありがとうございました。いや雑に強い本当に。ということでノリノリで2回戦も潜っていこうと思います。お相手のパーティーが、鉄の無人サーフ号、ラウドボーン、ドドケザン、鉄の包み、海流ですね。まあ、また多分ショーテラは包みとか無人とかだと思うんで、どうしようかな。土下座でステロ巻いておく必要はあるか。海流いるから巻きたいけどどうしようかな。でもグレスパトラから入っていいか。これ持って荒ぶるだけで、でまあサーフ号でとりあえずこれでいきましょうか。まあ一応そうね、地震通りもいいからこだわり海流の鉢巻き地震でやっていくっていうのも全然ありか。海流にしようか。地震打ってるだけで強そうだしな。対戦よろしくお願いします。
いや見せつけてやりますよ、この荒ぶる竹。上から火の粉の放射をされることがどれだけ恐ろしいことか、もう分からせてやりますよ。おもちさん、対戦よろしくお願いします。裏にちょっとサーフボーイいたからね、キノコの星が通りづらいかもだけ、ちょっとあれなんですけど、あ、鉄物釣りから来ましたね。どうしよっかな、なんかでもこの包みは、さっきあれだったし、守るから入る。でも身代わりの包みじゃなければ、別にコークチャージも発動してないけど、なんだろう、守るから入ったろ。身代わられたやばい、さっきの鉄の包みに引っ張られたかもしれない。うわ、これは私が下手だわ。ちょっと待って、コリソンから入るべきだった。はぁ、あーどうしよっかな、これ、まあ、これで上は取ったけど、まあ、身代わり壊すのが最優先やな。ルミナコリゾンで身代わり壊して、あんこされちゃうんだよな、ルミナコリゾン続けててもあんこされちゃうけど、でもビームステイからルミナコリジョンで身代わり壊せば1回で持っていけるか、無理かな。とりあえずまあでもコリジョンから入るしかないから、コリジョンでまあ身代わりは壊していく。そうね、身代わり壊して、まあフリドラね、次のコリジョンで落として、あ、確認取られ、待って、こう凍っちゃった待って、やばい、凍っちゃった、どうしよう。しかも凍ったより角に取られてるんだ。うわー、ちょっと待ってよ、待って、凍った、とりあえず、待って、とりあえず、ちょっと待って、もうクエストボトル腐った。うわうわ、待って、何も出したくねえ、竹も海流も後出しできないじゃん、終わった。守るから入る、まあこう、待って、もう錯乱だわ、ちょっと待って、氷はずるいよ、ポケモンうま、あ、引いてきた。うわ、これ積み積みポケ出すじゃん、海流とかで積んでくんだかな、なんかもう積んだわ。待った、ドドゲさんか、届け算か、研磨しに来たのかな。うわー、やばい、次のターンで解ければ、上は取ってるから、上さえ出せれば、まあ、まあ届け算、届け算なら竹竹かい、待って、どうしよう、待って、頭は死ぬかもしれない、私の頭も凍っちゃったかもしれない。待って、これ勝ち筋どうすればいい、勝ち筋ある、とりあえずクエスパトラの氷が溶ければ バトルしたいよ。うわー、じゃあ、届いてる、まだ届いてるね、どうしよう、やりたい放題やられちゃうよ、捨てろ、かないって、マジでやばい、どうしよう。でもさすが溶けるわ、次は溶ける、待って、氷って長くない？眠れば3ターンだけど、氷は無限なのかな？うわー、ちょっと待って、なんかダメだ、エクエストトラいない、いない状態での、ラブル竹、一応 S ぶっぱだから、多分ドドゲザンは抜いてるはずなんで、上から胞子を打ちに行くか、でも裏にサーフゴいたんだよな、いるよね、サーフゴ、眠らされたくないからサーフゴとか全然あるよな、インファ、サーフゴを読み噛み砕くとか入れとく、入れとく、とりあえず、ちょっと待って、こって、マジで無理かもしれない、どうしよう。うわ、ちょっとクエスパトラで、うわ、しかも居座るんかマジで、なんか相手、うわ、手加減ね、あー、なんかこれ急所やろ絶対、あ、急所こんな入らんて、手加減、うわ、まあまあ居座るんだったら、じゃあ奉仕するよ、サモいないんやろ、待って、勝ち筋あるかこれ、トゲザでしょ、いやー、だってさ、フリドラに木出てきたら上からフリドラで多分落ちるんですよ。まあ、土下座を眠らせはしたけど、もうこれ今さ打ったらさ、裏何も耐えない、しかも4分持ってんのかい
よくかい同じじゃん私の同じの起きるんかよ。しかもなんで私の氷はさ、私の氷はさ凍ってんのに相手はこんなに起きんのが早いの。もうやだ、もう寝ててよ。うんだよね、冬打ちだよね。そう、あの冬打ちなのはわかるんですよ。冬打ちなのはわかるんですけど、いやずるいわ。なんか私は3ターンも凍ってたのに相手1ターン目飛べんの、なんかピクニックが足りないのかな。どうしよう。まあコミックだけで落ちるか。なんかもう絶望なんだけど、はあ、どうしようかな。しかもスクラム入ってるからさ、海流突っ張れないんだよな。チュチュのチュチュミ上からフリーズドライでもう終わりですね。まあもういいや、殺してくれ俺を。はあ、うん、ああ身代わりあるんだって。そうだ、最初に身代わり見てるんだよな。だって絶対身代わり壊す方が良かったじゃん。わ、完全にこれはね、本当にもうなんか人様にお見せするのが恥ずかしい戦いだわ。どうしよう。まん、上から振り返る。なんかあれか、勝ち筋あれか今。うーん、相手が、そうだよね、相手としては身代わりを残しておきたいよね。だから身代わりだと思ってこっちも殴っておくっていうのが勝ち筋だったかな。まあ身代わりもう無理だな。身代わり残ってる包み、あきついな。包みって B がすごい高いんですよね確か。だからもう海流じゃ何もできないな。相手の裏なんだ、裏に海流がいないことを願っての。いやでも怖いな。もういいや、もういいや、やけくそだわ。なんかめちゃくちゃやけくそかもしれない。やば、いやなんかこれダメだ。人様にお見せするの恥ずかしいからこの戦いカットしよう。いや恥ずかしい本当に。もうなんかこんだけ雑なプレイしてるんだって思われたくないから。ああ、だって裏にゴースト2体もいるから収束なんて使って、どうせ裏のサーフボートやると思うんで、あれだからもう、しょうがないね、しょうがない。まあ裏があれなんかを狙って。ああ、フリドラ強いな。はなんで？え、さすがにポケモン上手すぎだろ。終わった。対戦ありがとうございます。